こんばんは。こんばんは。定期的に試合以外の動画も出していきたいのですが、なかなか出せずじまいです。それでも頑張って出してみました。本日はロアッソ熊本の昔あったもの。みんなはどこまで知ってる？です。さすがに昔すぎてうろ覚えなものもあるから細かいところは許してね。まずはこれ、ユニフォームにクマモンがいた。まあこれは割と近年よね。ですね。ある時期にロアッソのユニフォームにはクマモンがプリントされていました。2014年から2018年の5年間だね。これは国際サッカー評議会が用具には、政治的、宗教的または個人的な、スローガンやメッセージ、あるいはイメージをつけてはならないと定めて、都道府県や市町村、地域または国家政府あるいはその部局、事務所または部署、は政治的に含まれると明記したからですね。わかりにくい。すごい大雑把に言うと県などのスローガンやマークなどは政治的に当たると、だから県のマスコットのクマモンは政治的だということですね。このことを皮肉ってかツイッターではロアッソの裏マスコットの、学問さんは政治的ではないクマ。クマモンは政治的なクマと呼ばれたりも、します。さて次の昔あったものは、プチスタジアムです。一気に昔になるね。ロアッソの J 参入初年度の胸スポンサーはお菓子の購買でした。ホームは武者返し、アウェイは陣太鼓。お菓子の購買はロアッソのケーキなども販売しましたが、アウェイの試合の際には白山本店の一部を開放していわゆるパブリックビューイングを行っていました。これをプチスタジアムと言っていたのですが、その理由がゴール裏の人たちに、協力を得て太鼓なんかを叩いたり、ちゃんと歌いながらやっていた。だからプチスタジアムか。スタジアムのような雰囲気を作っていただいていました。私は一回しか行ったことありませんが。次はこちら。ビッグユニとビッグフラッグ。最近はご時世もあってみないね。このビッグフラッグとユニはロアッソが J 参入した頃に熊日が企画して基金を集めて作成されました。私も当時参加しました。入場の時に広げたり、バックスタンドとゴール裏の間に設置したり昔はよく見たね。大変ですが緩衝地帯にでも設置してほしいです。次はズバリ水前寺競技場での試合開催。最近ないね。昔は例えば高校総体の時期などは水前寺競技場での開催もありました。年に2、3回はあったイメージ。間違ってなければ最後の開催は2019年10月のギラバンツ北九州が最後です。施設の老朽化の問題もありずっと開催されていません。なんか屋根も撤去うんぬんあったね。昔はよくプレシーズンの練習試合を見に行ってました。ちなみに水前寺での試合では立地を配慮してホーム側とアウェイ側が逆でした。ロアッソの試合は基本的に笑顔健康スタジアムで開催されます。ちょっと前は馬かなよかなスタジアム。その前は KK ウィング。あとは先ほどの水前寺競技場。皆さんはそこ以外で過去に公式戦が開催された場所を知っていますか？ちなみに熊本地震での代替地開催は除きます。鴨池でしょ？今の白波スタジアム。そうですね。J リーグでは過去に一度そこだけです。それ以外だとまず大津町運動公園球技場。2019年ロアッソは J3 でしたので天皇杯の県予選に出場した際に試合が開催されています。まあけどこれはロアッソの主催試合ではありません。ただロッソ熊本時代に旧リーグと JFL では年1試合を開催していました。多分だけど県内で唯一のサッカー専用スタジアムだから納得感がある。今でも時々練習試合があるので馴染みはありますね。そして最後の一つが、八代運動公園陸上競技場。知らん。それはそうだと思います。大津と同じくロッソ熊本時代に年1やってました。私は JFL 時代に2度行っていますが、少しのメインスタンド以外はほとんど、平面に近くバックスタンドから見てもよくわからなかった記憶しか、ありません。昔はロアッソの練習が運動公園固定じゃなかったため、ここでの練習もたまにあり、サテライトリーグなんかも開催されました。昔はいろんなとこでやってたね。杉の子グラウンドとか観音山運動公園とか。あと確かザスパのキャンプ地だった時もあった気がします。あとは当時の画像なんかが出てきませんが、熊日のロアッソ専門有料サイト、ガラケー時代にはお世話になったもんです。当時は今ほどネットが普及していなかったもんね。そうですね。今と違って JFL の情報なんかほとんどなかったので、アウェイ試合開催日は、テキスト速報見てました。あとは練習レポートとかだね。昔はスカパーで試合見ていたのですが、なかなかアンテナ設置など大変だったので、これにお世話になった時期もありました。
その後スマホの普及でサイト自体がなくなってしまいました。最後は昔やってたイベント。小さい子供は赤い帽子で入場無料。JFL の時とかなので15年前ぐらいですね。今の20代中盤ぐらいの方はこれで初めてスタジアムに行った方も多いのでは、ないでしょうか？以上ロアッソにあったものでした。皆さんはいくつ知っていましたか？ロアッソも設立19年目になりいろんな歴史がありますね。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録コメントをお願いします。それでは、チャオ。